今日から魔王新魔国の休日。はい、今日から魔王やっていきたいと思います。前回ですね、なんか何とも言えないエンディングにたどり着いたので、これ多分読み込んじゃダメだよね。読み込んだらさすがに最初からにはなってないもんね。あ、第一章になってる。じゃあ第一幕になってる。聖書クリア。これから始めればいいのかな。個人的には既読スキップがあると嬉しいんだけどね。乙女ゲームといったらやっぱ既読スキップするよね、2周目はっていう。でもこれ別に乙女ゲームではないからさ。俺の名前は渋谷優里。ちょっと待ってね、これなんかそういうことじゃない、ね、彼女いない歴イコール年齢の三度の飯より、そんなたどり着いたのは。ああ、いけるいける。一応ね、バツ押せば多少早くなる。多少すぎん？まるで何もかも夢だったような不思議な気分だ。ないわね、でも早送りこれしか。そうか、これで早送りなのか。なんか早送りしたら遅くないみたいな。しょうがないしょうがない。なんかとりあえず、もう第一章の時点で私はね、割とやらかしているっぽいので、そこをちょっとね。で、まあやらかしてると言いつつも、割となんか、エピソード自体で見てないのもあるので、まずは見てないやつやっていこうかなっていう、感じです。カットかな、これ。よし、この選択肢で、まあ、じゃあ動物園行きます。動物って言えば、村田、クマハチって知ってる？もちろん、可愛いよね、クマハチ。抱いて寝たい希少動物ナンバーワンだよ。わかる、めっちゃ可愛いよね。あっちの世界には不思議な動物がたくさんいたけど、あれは格別だったな。クマハチ？クマンバチのことか？体長約25ミリと大型で、クマのような毛が密生したミツバチ科のハチのことか。私クマンバチ嫌い、怖い。そんなものを抱いて寝たいとは、そこのメガネっ子も変わり者だな。あ、やけに詳しいですね、お兄さん。あ、そうそう、そのクマハチだけど、城内で羽化したんだって。ああ、そうなんだよ。大変だったよ、あの時は。アニメでもあったよね、クマハチが羽化する話。あれ良かったよね。お城の片隅で愛を叫ぶ。絵のモデルになるよう頼まれたら、誰だって少しは躊躇する。そうだね、ましてやそれがラフならぬラ男であったなら、十中八九お断りだ。もちろん俺は躊躇した。そしてやんわりと辞退した。ところが書き手も心得たもので。ボルフだ。今が一番いい時期だろう。手遅れになってからでは遅いんだぞ。肖像画は若くて綺麗なうちに書いておくのが一番いいんだ。その腹筋といい背筋といい、しなやかさとたくましさが調和している今こそが有利の旬だ。今この時期を逃してはお前は永遠にその金星の取れた体つきを後世に残せないぞ。ああ、もう分かった分かった分かったから、そのアイドルを脱がすカメラマン口調はやめろ。でも脱ぐのは上半身だけな。下は絶対何が何でも脱がないからな。まあ確かに最近は日々の鍛錬の賜物で少し筋肉もついてきたし、プチマッチョになったこの肉体、グラビアならぬ油絵で残すのもそんなに悪くないか。なんて軽く思った俺がバカだったのかもしんない。そもそもボルフラムってそんなに絵うまくなかったイメージなんだけど。しんないけどさ。この恐ろしい匂いは。あ、草、吐きて草。ダメ、死ぬ、もう絶対無理。換気換気
逃げるなユーリ、男らしくないぞ。冗談じゃねえぞ。お前どこのメーカーの絵の具使ってんの？草屋の干物から抽出されるやつ。ああもう匂いで気が遠くなってきたよ。まったく、芸術を返さない輩は困る。最高級の顔料を前にして香りのことしか言えないとはな。これが最高級？草屋の干物ゴールドとか。干物ではない。聞くところによると猿動物の排泄物からしか取れないという。やだ。猿？猿のうんこなのか？いや猿ではなく。猿でも犬でも猫でも動作ゴリリュウでも、とにかく人の顔をうんこで塗るな。排泄物そのものではないと言ってるだろう。同じだって。いやそれ以前にさ、その絵のどこが俺の肖像画だ。引き締まったプチマッチョに描かれるかと思えば、僕からどう見ても緩んだタヌキなんですけど。ああ何ですかこの垂れた乳は。確実に B カップはありますよね。うん、美しい曲線だろう。照れることはないぞ。照れてません。情けないんです。恥ずかしいんです。とにかく無理。終わり終わり。美術の時間はおしまい。なんだと？一度描かれると言ったくせに約束を破る気か。晴れ乳タヌキになるなんて聞いてないし、こんな匂いで拷問を受けるとも聞いてねえもん。っていうかこの匂い本気で無理。ほら早くボルフも窓開けて。いやその前に絵の具片付けて。まったく、この程度の周期で音を上げるとは。魔王として恥ずかしいと思わないのか？立派な魔王には強大な鼻力も要求されるのですか？根本的な忍耐力の問題だ。相変わらず変なチョコだな。でも臭いのは無理だよね、冷静に。変なチョコ言うな。それといいから手伝え。片付けろ。ゆうちゃん大変ね。なんかいつまで経っても匂いが抜けないんですけど。気にしすぎだろ。気にしなければ多分そのうち気にならなくなる。多分かよ。そのうちっていつだよ。ああ、もうこんなんじゃ今夜寝られないっつーの。寝られない？そうか、ちょうどいいな。はい、今夜はユーリが僕の部屋で寝ればいいんだ。うん、何の問題もないな。いやそれはちょっと問題なくないですし。問題なくなくはないだろ。遠慮も無用だ。いや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 、全力で遠慮いたします。どうしてだ。別に今更恥ずかしがることもないだろう。今更言うな。だって今更じゃないか。僕は有利の婚約者だし、ほぼ毎日同勤している。同勤？土曜と金曜。毎日一緒に寝てるだろうと。君が勝手に忍び込んでくるんじゃないですか。毎日寝てるだけで何もしてないし。それがおかしいんだ。婚約者なのにどうして何もしないんだ。何かしてほしいのね、ボルフはね。どうしてと言われましても。そんなに僕を愚弄したいのか。お前はいいから僕の部屋に来い。だからなんでそうなるんだと。待てよ。そうか、他の部屋に行けばいいんだ。よくない。僕の部屋に来い。そして何かしろ。何かってなんだよ。何かって。何って、そのだから、こうユーリが僕とむにゃして、照れてる。ボルフが照れてる。いやもういいです。言わなくていいです。っていうか言わないで。だから俺たち男同士じゃんって何とも言ってるのに。とにかくこんなでかい建物なんだからさ、ゲストルームくらいいくらでもあるよな。うん、ああ部屋はあるが、今はどこも兵でいっぱいだ。このところいろいろあったからな。え、マジで本当にどこも満員？満員だ。誰もいないのは迎賓棟くらいなものだ。それだよ、迎賓館。外国のお偉いさんとかが宿泊する施設だろ。今はお客さんなんて誰も来てないし。迎賓棟はダメだ。聞いていないのか。え、何を。自分の城の状況も把握できていないとは
そういうところもヘナチョコだな。とりあえずヘナチョコ言うな。いいか、迎賓島には見たこともないような怪物が住み着いているんだ。怪物？なんだそれ。なんかでもそんなんだった気がするわ、アニメの時も。だから見たこともないような怪物だ。いや、それじゃ全然わかりません。何もわからないから大将に困っているんだろう。少し前からコンラートの隊が封鎖しているはずだ。封鎖を解こうにも、コンラートは今日また人間たちの村へ巡察に出ているしな。なんだ、つまりその怪物を追っ払えばそこで寝泊まりできるんだな。はあ、お前は何をまた奇てれつなことを。簡単に始末できる相手なら衛兵たちがとっくにやっている。わかんないぞ。実は致命的な弱点があるんだけど誰も発見できてないだけとかさ。あ、もしかしたら弱点は魔王にしか見つけられないとかな、そういう設定じゃねえの。そんな性質の怪物は聞いたこともないが。他にいなくてもそいつはそうなのかもしんないぞ。よし、決めた。俺は快適空間の確保と安眠のため断固モンスターを退治する。ユーリが本気か。本気も本気だね。ボルフもさっきここは俺の城だって言ってただろ。自分の城にそんな得体の知れない怪物が住んでるだなんて気持ち悪いっての。だからってユーリみたいなヘナチョコをそんなところに行かせられるか。サクッとヘナチョコ言うな。どうしてもと言うなら僕が一人で行く。ボルフが一人で。いや、それはさすがにヤバくないですか。おう、ユーリなら平気で僕なら危ないと。いや、そうじゃなくて一人で行くなんて誰も言ってないし。つまり僕を信用してないんだな。よくわかった。まあなんかほらギュンギュンとかね、グエンとかいた方がっていうね。違うってば。だから。どうしよう、他の誰かに行ってもらうよ。ああ、俺が行くのが危険なんだろう。それじゃあ他の誰かに行ってもらうよ。だから僕が行くと言っている。そうは言ってもほら心配だったりなんだったり。やはり僕を信用していないんだな。もういい、ユーリはここで待っていろ。僕の実力を証明してきてやる。あ、ポルフラムさん、ちょっと一人で追い出しちゃいけません。お前は来るな。そんなわけにいくか。待てってボルフラム。ちょっと誰か、誰かいませんか。あのわがままプーを止めて。いいな、わがままプーいいわ。どうなんのこれ、コンラッド出てくる、大丈夫。行き先、とりあえずここだよね。ここに行くんでしょ。側近控え室にさ、いたりするのかな。いるのかな。まあいっか、とりあえず行っちゃおう。ダメだったらちょっと泣くけど。でもいないって言ってたもんね、コンラッドは。ここが迎賓島か。今まで気にしてなかったけど改めて見てみるとボロいよ、実にボロいよ。こんなの絶対迎賓できないよ。確かに。ボルフのやつ、よく一人でこんなとこに入っていけたな。入り口は、あったあった、あそこだ。ああ、扉に板打ち付けて封鎖してんのに隅っこ蹴破っちゃって。まあこういうとこ元プリンス殿下の性格がにじみ出てるっつうか。板になんか書いてある。怪物注意、ウエラー教コンラッド。そのまんまかよ、コンラッド。あ、他にもある。怪物に餌を与えないでください。怪物が乗っています。怪物は稲が。怪物は稲が、ちょっと意味がわかんないよね。
餌なんか与えねえよ。乗ってるって何にだよ。なんで生ハゲなんだよ。いやまとめて読むと寒さ倍増だな。さすがコンラッド。呼びました。コンラッド。うわコンラッド、なんだよ戻ってたの。ええ、たった今ね、馬を繋いでたらあなたの声が聞こえてきたもので。好き。そっか、おかえり名付け親。ところで看板のコピーはもう一工夫した方がいいと思うよ。看板？ああ、その迎賓島の警告文ダメですか。これでも結構工夫したんだけどな。どういう方向に工夫したんだよ。っていうか途中から意味わかんねえし。それじゃもう一筆書いておきますよ。怪物に餌を与え。同じかよ。もういいよ。それより大変なんだって。その怪物の住処にボルフが一人で乗り込んじゃって。ボルフナムがどうしてまた。それにはいろいろいきさつがありまして。とにかく一緒に来てくれって。了解、行きましょうか。ちょっと待って、ホラーすぎない？さすがに。うわ、外もボロかったけど中も相当なもんだな。何しろ古い建物ですからね。あ、ところどころ床が腐ってますから足元に気をつけてください。腐ってんの？どんだけ古いんだよ。確か新王の代から建ってたんじゃないかな。今度ギュンターに聞いて俺にも教えてください。いいけど、なんで自分で聞けばいいのに。陛下に聞かれた方がギュンターは喜びますよ。さすがコンラッド。ああ、確かに喜ぶ顔が目に浮かぶかも。それじゃあ今度聞いてみるから、陛下って呼ぶなよ名付け親。そうでした、ユーリ。かわいい、今のやりとりがかわいいのよね。しかし参ったな、まさかユーリが怪物退治なんて言い出すとは思わなかった。いやつい勢いで。安眠と快適空間、純然たる一人部屋を確保したかっただけなんだけど。一人部屋？意外だな。別邸でも欲しくなったんですか？だって俺の部屋ボルフが入り浸ってるだろ。しかも変な匂いで汚染しやがったの。あ、そういうことなら俺の部屋でも使います。使う。そんなことしてコンラッドはどこ行くんだよ。困るだろ。てか一緒に寝ればいいと思う。いや全然、大した荷物もないし俺はどこででも寝られますから。いや一緒に寝ればいいのよ。うん。そこらのババでも森でも林でも、もちろんユーリの部屋の前でもどこでもね。言ったでしょ、あなたになら手でも胸でも命でも自分の部屋でも差し上げると。言ってない。部屋は絶対言ってない。そうでしたっけ。おかしいな、言い忘れたかな。いいってば、何もいらないよ。手も胸も命もあんたの部屋も。普通でいいから、普通で。今みたいにさ、いつでも気軽に付き合ってくれればそれでいいよ。わかりました、いつでもお供しますよユーリ。さ、ボルフラムを探しましょうか。あんまり放っておくとまたへそを曲げられそうだ。お兄ちゃんも大変だね。いやいや、婚約者殿に比べれば気楽なもんです。う、あっさり打ち返された。どこにもいねえな。コンラッド、そっちは何か見えた？いえ、何も。あの金髪を見逃すはずはないんだけどな。意外ともう帰ったってことはありませんかね。だいぶ頭に血が上ってたからそれはないと思う。なら巣穴に落ちたか。巣穴があるんだ。巣穴？ここの床下にあるんですよ、怪物の巣穴がね。嫌じゃない？怪物の巣穴がこの下に。ええじゃねえだろ。ええじゃ、何爽やかに微笑んでんだよ。そういうことは早く言えっつーの。そんな大声を出さないで。できるだけ刺激したくなかったんです。非常に繊細な怪物なので。繊細な怪物って？
外見ではなく環境に対して繊細なんです。ああ、なるほどね。てっきり乙女チックな怪物なのかと変な想像しちゃったよ。正解。かなり乙女チックですよ。とにかく行ってみましょうか。ほら、そこに階段があるから静かにね。マジで大丈夫なのか？大丈夫です。おとなしい怪物ですから危害は加えませんよ。それにボルフラムを放っておくわけにもいかないでしょう。そりゃあもちろん。よし、わかった。行く行く、行きます。渋谷ユリ、怪物とご対面しますよ。ボルフ、待ってろ。今助けてやっからな。ああ、そうそう、念のためこれを。なんだろう。あ、何これ。はい、そのままかぶっておいてください。グエンの作品なんだけど使えそうだから借りておいたんです。かわいい。うん、よくお似合いで。ニット帽？しかもなんか耳みたいなのがついてんだけど。その耳が重要なんです。これで万が一の時でも怪物には仲間と思ってもらえますから。嘘だろ。変装と呼ぶのもおこがましいレベルじゃね。彼らは視力の低い生き物らしいので大丈夫ですよ。多分。多分かよ。まあいいけど。可愛くない？ほんと可愛い。あ、階段を表現してんのね。足元に気をつけて慎重にね。もうすぐ下に着きますから。地下室か。まさに怪物の住みかって感じ。うわっ！ユリ、大丈夫ですか？うん、ありがとう。そのまま俺の手を離さないで。さあ、あと少しです。俺の手を離さないでだってよ。キュンだよね。キュンでしかない。何段くらい？ジェ、もう一段降りて。はい、ご到着。おっと、着いたのか。でも真っ暗だな。これじゃ何も見えないよ。大丈夫、今扉を開けますから。いいですか、開けますよ。あのよね、クマハチってさ、その眉で後ね、浮かした後は可愛いんだけど、この段階が可愛くないのよね。大きくなったな。でかすぎ、大きくなりすぎ。ユーリ、落ち着いて。あまり彼らを刺激しては。俺が刺激されてます。匂い嗅がれてます。怖い。匂いを。なんでこいつら俺の匂いチェックしてんの。もしかして味見。違いますよ、彼らは人を食べたりしません。でも匂いを嗅ぐのはもしかして。てか、おならしました？はあ、してなくない？してなくないっていうのも違うけど。でもしてないよね。どうしよう、鳴らしたのかな。何言ってんだよの方がいい気がするけど。そうね、何言ってんだよかな。してません。いいね、してませんって。本当に？なんで疑うんだよ。あ、さては今度は自分が透かしたのを人のせいにする気だろう。やだな、違いますよ。俺はそういうのはしない主義なんです。手しないの？何その少女漫画キャラ宣言。うわあ、そんなこと言ってる間に吸い出した。今度は吸い出した。いや、吸うな、服の上から吸うな。
ます。今度は舐めてます。空気だ。絶対空気だって。コンラッド、助けて、ヘルプミー。匂いを嗅いで、すったり舐めたり。すごいな、ユーリ。理想的だ。俺は絶望的だ。今度なんか出し始めたぞ。調味料か、ドレッシングか。うわー、違いますよ。ほら、ただの糸です。糸って雲の糸みたいな。やっぱ空気だろ。それ捕まえて空気なんだろ。いやですから。うぅ、巻きついてる。俺に巻きついてるよ。捕まれ、食われる。ユーリ、まずは落ち、助けて、落ち着こう。落ち着け、俺は大丈夫だ。無理に動かない方が。そう、こういうのは動かない方がいいのよ。そうです、落ち着いて、平気だから。あ、でも巻きついて。ああ、やっぱ捕まれ、巻き取ら。あ、ユーリ、あれダメだった、選択肢。糸が絡みついたんだな。じっとして、今助けるから。大変よ、なんかもういろいろね。大変、本当に。助けるったって、この糸頑丈だし、伸びるし、ベタベタだし、ほどけないんだけど。やっぱ、このまま食われちゃうのか、俺。周りをよく見て。ほら、もう糸は出てない。あれ、本当だ。皆さんすっかり丸くなって。眉になったんです、大人になるためにね。芋虫が眉にってことは、こいつらでっかいガの怪物なのか。美人の双子が呼んだり歌ったり。モスラのね、モスラじゃん。小美人がね。それはギガモズドゴモラ、よく知ってますね。待ってよ、何ギガモズドゴモラって。もう、もう、あ、でもすぐはない、もう、ないね。で、そんなキャラこっちにもいるのかよ。知らなかったよ。でも、彼らは違いますよ。もっと愛らしい生き物です。本当に愛らしいのよね。あの巨大芋虫が、うわぁ、想像できねえ。さあ、じっとして。今、その糸を切るから。はい。ということでですね、まあ、お時間もいい感じなので、ちょっと、このスティールで終わろうかな、今回は。いや、 やっぱいいね、こう選んでないエピソードにこんな、なんだろう、もういろいろいいよね。私こういうシチュエーション好きなのよね、 BL において。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。